はい、サード側に強く取らせばいいというもの、基本がありますけどね、なかなかサード側にやるの難しいですよ、はい、ねえ、まあ、ましてこのパリーグの音を取りたい、これはレフト前ヒット、ロッテ投手陣の初安打、さあノーアウト満塁、大変なことになりました。ルイスがこの今日の先発ピッチャー、この回ノーアウト満塁、ピッチャーの小林にレフト前にヒットを打たれています。辰川さん、大変なことになってきましたねこれ本当ですねこれね、まあ、明日はもう試合がないということ、交流戦もあるということでね、今打撃の調子がいいですから、またしてもブランコかというところでもありました。送ってきた、二塁は無理、一塁です。先発ローテーションの中でも非常にやりくりの厳しいという状況がありますが、その中でグリル、いわゆる9人目のバッター、打者一巡です。強い打球が一塁間を破りました。成瀬にもヒットが出ました。いいバントになりました。肩通りランナーを進めました千葉ロッテ。4回表下位打線から作ったチャンス、ワンアウトランナーは二塁です。初球の空振りの時はおやおやと思いましたが、ここはね、なかなか、ね、なかなかやっぱりヒットもしっかり打てるということで、はい、成瀬はやっぱりこういうことはうまいですよね、うん、バッティングもいいですもんね。なかなか外国人の選手がネクストバッターに入るってことはないですよね。先日神宮球場でもバーナムジュニア、そのピッチャーの打順の前に、おー、1、2塁間ヒットが出ました。あー、ライトゴロ、あー、セーフです、セーフ。今を一瞬ヒットが出ましたと言ってしまったんですが、あわやライトゴロという今、打球でしたが、これが通算2本目のヒットになりますかね、渡辺俊介。ライトの、まあ、亀井ももちろんある程度予測、そうですね、亀井も狙ってたんですけども、少しこの送球するときに足が合わなかったので、はい、強いボールが投げれませんでした。ボールも高かったですし、ホームランにならなくてよありました。おっと、右方向、さあ前に出てくる、ファーストには投げられません。さあピッチャーの清水直之、ヒットで続きました。今年の交流戦での初ヒットになりました、清水直之。1ランナー小林博之、ピンチランナーにピッチャーの小林博之を使ってきました。まあ、メジャーリーグでは川上憲伸が代打というのも今シーズン話題を作ってますけれどもね、斉藤さん、はい、ダイソーは